皆さんこんにちは。ロンディーボイスセッションケニー木村でございます。今日はですね、ちょっと雰囲気が違うと思いますけれども、世の中だんだんコロナからですね、明けてきまして、私も仕事で、えー、いろいろ地方の出張とかっていうのが増えてきまして、今日は広島のホテルからお届けしております。えー、5本分ぐらいここでですね、えー、広島ホテル編を撮影しようというふうに思ってますが、まあまあ、さておき。 えー、今回のテーマはですね、リモートワークというお話をしたいというふうに思うんですけれども、まあ、徐々にですね、あのー、そういうコロナっていうところから明け始めてきたので、えー、リモートワークといいますか、テレワークというのが、あのー、なくなってきて、普通に出社されている方も、まあ、増えてきていると思うんですけども、メリット、デメリットっていうのが、 双方にあるっていうことはおそらく皆さんも感じたんじゃないかなというふうに思うんですね。で、いろいろ調べてみますと、えっ、ー、と、リモートワーク、テレワークの良さっていうのは、もちろんその時間ですよね。時間管理。その出勤をするとか会社から帰ってくるみたいな、その時間っていうのの無駄がまずはないですよっていうことだったりとか。それから、あの、自分のペースでこう結構仕事しやすいとか。 昔はもう周りにね、あの、いろんな人がいると、特にその、上の人というよりは、どちらかっていうと、入社年次の若い人たちは、いろんな先輩とか、上司の人から、これやって、あれやってっていうような、あの、余計な仕事って言ったらですね、語弊あるかもしれませんけども、本当はこれをちょっと集中してやりたいのにっていう時に、こう、いろいろ頼まれちゃうみたいな、そういうのが、えー、テレワークだと、 なくなった、少なくなった、みたいなこともきっとあると思うんですね。まあなぜならばきっとですね、その上司の方、先輩の方々も、自分自身もその家で仕事してますから、ふる相手てもいないし、それから、まあペースもですね、多分いいペースで仕事ができるので、ちょっと調べるものなんかこうネットで検索すればすぐできちゃうっていうのもあるんだと思うんですね。 それから、えっ、ー、と、資料なんかもおそらくコピーを今までは取っていたようなものも、もう全部 PDF とか、もう下手すりゃパワポのデータ、ワードのデータの、そのままもう見てくださいって、こう、ポーンと渡せちゃう。で、それが当たり前になったと。昔はいちいち、えー、お前紙にちゃんとプリントするもんだとか言われてたのが、そうじゃなくなったっていう。その辺の常識も変わったりなんかして、えー、だいぶいろんな意味で、え、効率的になったんだと思うんですね。それが、 えーっと、そのテレワークっていうもののメリット、大きな部分じゃないのかなというふうに思うんですけども、まあ、かたや、やっぱり、えー、会社と名乗ってる以上はですね、人がそこに集まるべきっていうようなあの古い考え方もありますし、それからまあ会社はですね、えー、人もいないのにここ2年間は、えー、そのスペースのために家賃をずっと払い続けてたとかっていうのはきっとあると思うんですよ。社員たちに来てほしいとか。 いいいうようよななことともあるんじゃないかと思いますで、えー、と私の知り合いのある企業さんなんかはもう半分半分ですと週のうちの、えー、月水金はテレワーク科目は、えー、会社に来ましょうよとで会社に来るっていうその双方のメリットを両方取り入れましょうっていうふうに、えー、したところもありますし、えー、もう今後ずっとテレワーク中心でいいんじゃないのと。 会社のそのスペースオフィスみたいなものも整理して、そういうことに使いやすいようなまあ、レイアウトに変えたっていう企業さんもあるようです。ここでですね、ちょっと面白い記事を見つけたのがあの LTT なんですね。えー、なんともう完全にテレワークシフトしましょうということで、もう将来的には100%テレワークっていうような方向に行こうとしているようです。 で、しかもお、もし会社に来るんだったら、それは出張扱いにしますよと。だから、プラス行けば出張費が出るっていうことなんでしょうね。プラスいくらかでね。で、さらに、えっ、ー、と、飛行機代も出しますよっていうことらしいんですよ。なので、沖縄とかにですね、あのー、もう移住しちゃって。で、基本的に沖縄から仕事をしてで、えー、ちょっと会社行くときはもう飛行機で来る。 ということですよねでちゃんと飛行機代も生産しますというふうに言ってるらしいこれはすごい考え方だなというふうに思いますねあのー、まあこれはねいい悪いはもうよく分かりませんそれは、えー、将来的に何かで決めることだと思いますただそういうようなトライをするっていうことはまあ私はいいことだなというふうに思いますまあ、とははいえですね私はもう 1一人親方状態で好き勝手にずっとコロナ前からテレワークでございますから、えー、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけども、まあ、世の中の流れをですねいろいろ見ているといろんなことがあるなと、まあ、そんなお話でございましたそれではまた広島からお届けします